順平にめちゃめちゃいいお知らせがある。何？なんと企画1個考えてる。俺も企画1個考えてる。何？俺はもうその話妹がとんでもないわがままだってあいダメお前それだろ。違う。何？もう取ってきな。あやの方から取るよ。もうね、順平喜んじゃう。絶対です。ウキ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 しちゃう。絶対です。本当だよ。ねえさっき言っちゃいさしてさ、絶対にまだやらないでね。メアリも口止め料払ってるからお菓子で。口止め料。テンション上がっちゃうっしょ。あやが考えたんだ企画。しかも超いい企画。本当にやばいこれ。いやでもまだベアと俺触れ合ってないから。ベア言っちゃダメ。大丈夫。今日は私が考えた企画です。いや、まだ挨拶してないから。まだ挨拶してないから、何？回ってる？うん、どうするこれ。これ回ってる？回ってるよ。下手かお前。楽しみでしょう。早いな、撮影始まる。家来て俺3分ぐらいで。せーの。下町中町でーす。始まりましたー。ってことで今日は何ですか？今日は兄がブスすぎるということですね。私思ったんです、はい、兄がブスすぎてどうしようと。嫌だ。じゃあ自分のコンプレックス言ってって、一番のコンプレックス。一番。自分ここが本当にブスすぎると思う。だからブスって言われるんだと思うっていうところ言ってみて。ここブスすぎる。そう考える暇ねえだろもう。パッパと。いっぱい出してんの？一個。それを当たればいいってこと？うん。当たれば自分のことちゃんと分かってるんだってなる。自分のこと分かってないブスが一番ダメだからね。うぜえこいつ。人から言われるところ一番は、うん、違う。はい、残念です。今日は帰ってもらいます。だからモテないし、誰でもだから彼女もこれいないし、もう本当にダメなんです。これがあるからもう自分も知りたくなるんですっていうところある。死にたくなるんですって思ってません？やめてください。死にたくなるんですって。嫌だから自分ブスすぎて自分がそんな悲しい人生嫌だよ俺。あるでしょ、一個あるでしょ。顔が長い。惜しい。顔がでかい。正解です。でかい。顔がでかいということで、今日は順平に美容針を体験してもらいたいと思います。案件っぽいや。案件じゃないでしょ。案件じゃない。マジで案件じゃない。今回あやがね、いつも言ってるじゃん、好きにで言ってるんだけど、そこで私本当に顔がちっちゃくなったの。ちっちゃくなったじゃん。でそれで今日美容針が16時から入ってたのね。予定で。そう。うわあ、順平のこれを切れられるわまたみたいな思ったから、いや順平を連れて行けばいいんじゃないのと思って。急遽連絡したら OK が出ました。いやこいつ自分の美容針の予定を企画にしやがった。ついにわかるみんなこの衝撃的な事実。いいじゃんいい。これはね成長なんだけど、すっごいわがまま。わがままじゃん。だってあや食べる企画できないでしょ。なんか困ってるんだろうなと思ったから、自分がこうひねって思いついた。なるほど。じゃあ16時から美容針に行くっていうことですか？そう。ちょっと早めに来てって言われたから、あとちょっとで出るよ。いや早い。早いよお前。出る。だから美容針を今回ね、どんだけちっちゃくなるかっていう。お前本当にさ、横向いていい一回。このフェイスラインのなささ。いやお前向けるお前。そんなダイレクトに。わかる？フェイスラインのなんだっけ？このラインがないってこと？だってなんかさ、ずっと順平ってさ。やってるみたいじゃん。でもアイフェイスみたいだよね。iPhone のケースのね、アイフェイスみたいになってる。じゃあさこう一回画面から落ちてみて。痛えや。痛いに決まってんだろ。ねえ白の帽子合ってないからやめた方がいいよ。似合ってない？テニス部みたい。結構いいと思ったんだけど。しかもむくんでるしやだ。むくんでるのしかダメだよ。でも順平さ割とさ痛いの苦手でしょ。苦手。結構痛いよ。あれ痛いの？痛い。あれ誰も痛いってコメントストーリーで載っけてないやん。いや痛くないんだけど、もう慣れてるから大丈夫なんで。でも最初は痛かった。そうなの？うん。私順平多分むくみすぎてるからたまにあざできたりするね。全部あざになるんじゃない？それ効果っていつ出んの？ここ今もうやってあとすぐ。じゃあ動画でも撮れる。後日じゃなくて。その場ですぐ撮れる。楽しみでしょ。ちょっとね。いやさすがに。いやでも俺もね思ってたの。YouTuber ってさ結構特に女子はさ美容めっちゃ行くじゃん。で俺も全然正直行きたいよ。けどさ俺がそのストーリーでいっぱいなのやばくない？確かに。今日は眉アート、今日は脱毛、今日はホワイトニング。何じゃん。何で俺あやに行きたいって言えなかったの。ちょっとストーリーでさすがに美容針だって、あんな美容針行っていう男なんてエビジャぐらいでしょ。確かに。エビジャが美容針行くのは確かにかっこいいしさ、美容系だからさ、どちらかというと男の中でもまあいいなと思うよ。俺が美容針っつって宣伝して誰が来る？でも来てくださいっつってたよ。嘘。ってんじゃないの、本当に生きてる、生きてる、本当に生きてる。キモ、あやちゃんかてか、こいつ企画考えたとか言って、これはお前雑だわ。雑じゃないよ、雑だよ、雑じゃない、雑じゃない。で、これ、この後ドライブトーク、それはもう完璧よ。ちょっと待って、こいつなんか食ってんの。歯並びいいね。歯並びガチでいいね。歯並びいいね。じゃあということはこれから病割行ってくれるぞ。え、どこなの場所は？それ言ってんね。うん、恵比寿。本当にこれ案件じゃないんだけど、マジでオアシスっていうあやがねいつも行ってるところ、本当に小顔になるからガチで行ってほしい。そう、本当にこれは冗談抜きでプライベートであやが話してくるの。やばい、またあやめっちゃ小顔になったんだけど。って言ってます。動画とかで言わないで、プライベートで。そう、プライベート。また小顔になった、マジあそこやばい。いろんな人にね紹介してね、いろんな人に行かせてるでしょ。で、伊藤桃ちゃんとかもね。そうそう、伊藤桃ちゃんから知ったんですよ。あ、そうか。てかあやって伊藤桃からいろんなもの教えてもらってない？伊藤桃いろんなもの教えてもらって、伊藤桃いろんなもの知ってます。あの女いろんなもの知ってます。ということで早速向かっていきます。はーい、それではやっていこう、中町兄弟。はい、ということでね、待って、スタバ飲みたい。この日天気な感じ。天気関係あんの？スタバ天気、スタバ飲みたくなる。いやでもオリンピック終わったね。終わったよかったよね、なんだかんだ。でもさ、うちら結構さマイナスだったと思うよ。いや、わかる。だってうちらよりも死ぬほど最強な兄弟が出てきちゃった。そうそうなの、柔道の最強兄弟が現れて、しかも可愛いしイケメン。そうそう、ずるい。どういう気持ちなんだろう。今俺ら兄弟でさやってるさ、それだけでもさ親とかってちょっと明るいじゃん。筋2個はさやばい、どうなるのって感じじゃない？どうなるんだろう。 YouTube とかよりもさオリンピックなんて分かりやすいじゃん、大人からしても。自慢の兄弟すぎない？お母さんとかもう一人産むんじゃない？まだ筋取るよって。キモ、髪型どうですか皆さん、この白い帽子は似合ってますかね。テニス部のさベンチお前テニス部のベンチの雰囲気知らねえだろ。美容針楽しみだな。あやぐらいちっちゃくさせたい。させたい。それは無理かもしれない。不可能に近い。骨削らなきゃね。削ってもギリ無理だよ。韓国行くしかねえか。それでは美容針の店に行ってみよう。行こう。中町でやす。はい、ということでね、初めての美容針に来たということで、まあとりあえず問診票書いていこうかなって。ご職業 CEO とかでいいの？違う、妹のお金で暮らしてるって書いてあるけど、妹の職業の妹のお金って。はい。妹のお金ってかご職業。うん、あんま大きな声ではないで。どういうことだよ、お前が言ったのに。恥ずかしいから。俺が恥ずかしいよ。無理も。待って、ご職業本当にどうしよう。妹のおかげって書いてある。触ってほしくない箇所。触ってほしくないっていうか、あんまその触れてほしくないっていうか、ブスって言わないでほしい。あんま触れてほしくないなって思ってるかな。ブスって言わないでって書いて。早くもおかしいし。早く書いて。これ俺の問診票なの。お前の指示や。いいから早く。直したい箇所に丸。歪みでしょまず。歪み。エラ。おぼなが。頬骨。頭のシワっていうの。今回該当する箇所は治るかな。何回通えばいいんです。普段頑張っているセルフケアでもできるだけ水しか飲まないようにしてます。水しか飲まない、かっこ口臭いから。かっこ口臭いからっていいわ。あとはジムとか行ってる。ジム行く友達いないから全部悪い方向にすんのやめてもらっていいかな。食生活とかは？食生活最悪かな。最悪。ママが作ってくれない。ママもだらけてます。オッケー、書いた。はい、ということでね、そろそろ診察が始まるので、また行きましょうか。はい、はい、よーし行きまーす。死ぬんだけど、何回してんのあんた。やだー。何美容でロケ？中町JP 美容針させてみた。死ぬんだけど。刺さんの？いや、ピグも刺さるなら刺さるべ。ガチ死ぬんだけど。何この格好。ちょっと待って。なんか農家のなんか大使みたいな。農家の親善大使みたいな。もうちょい。おもながだからかな顔が。出ちゃってますね、ベッドから。なかなか出ることない。でもこれ雇用行政終わった後、おもなが治ってるね。収まってる。収まってます。めちゃくちゃね、筋肉硬くて、凝りすぎてね、顔がすごい大きくなっちゃってる。もともとの骨は小さくて。本当ですか？で、筋肉が骨を広げちゃってる感じ。これ小さくなりそうですか？多分めちゃめちゃ小さくなると思う。重症。重症。おもろ。緊張する、めっちゃ緊張する。顔に針刺すんだよ。え、どういうじゃん。しかも結構筋肉まで刺してみたいな、傷つけて肌を回復みたいな。痛いやん絶対。ねえ、嫌なんだけど痛いの。痛くないって。痛くしていい。いや、痛くしていいのとか確認やめてください。あやが LINE 入れといた。思いっきり痛くお願いします。ね、待って、許可いただいてます。さあ、やりましょうか。はい、あ、マジで怖いわ。普段あやちゃんに使わない一番太い針を今日使いましょう。やばそう。ね、ちょっと怖いっすマジで。俺本当に痛いの、本当に無理なんですよね。本当やめますよ。大丈夫大丈夫、人より弱いんです。普通の針が髪の毛よりちょっと細いぐらいで、今日使うのが髪の毛よりちょっと太いぐらい。いや、それ人にもよるな。髪の毛の太さって、ね、待ってくださいね、本当に。あ、いいですよ、いいですよ。力抜いて、力抜いて。でも痛かったらどうすればいいですか。痛かったら手だけ動かしてもらって。こっから上は動かすの。手は OK です。はいってやってみて。そしたら気持ちゆっくりやってくれるって。え、ちょっと待って、はい。ブスっていう感じはやめてください。ブスじゃない。クーって感じ。もうトントントンって。あ、トントントンでやってください。で、そのトンが痛かったらちょっと言いますね、一回。はい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 。どう？はい。ああ、刺さってるね。口動かしちゃダメだって。刺さってるね。分かった分かった。喋るのは OK なんですけど、口だけ大きく開けない。はい、トントントン。あ、痛い。あ、痛いかも。はい、トントン。あ、痛いかも、痛いかも。あ、痛い。はい、トントントン。痛いね、これ。耐えれてんじゃん。はい、トントン。あ、痛い。今ちょっと刺しすぎましたよね。今一番痛かったですよ。今ちょっとやりすぎましたね。動きすぎる。手の形、筋も。手汗大丈夫ですか？とんでもないことになる、本当に。とんでもない。うん、痛い、そこ。え、すっごく痛いんですけど。待って、痛い。顔がね、ほんまに硬い。まあ、洗いすぎだろ。手の形、お前、チンコに沿って置いてるやん。今の痛かった。痛かったね。どう？慣れてきた？え、でも慣れた。慣れるよね。うん、あ、痛。今のマジ痛いわ。めっちゃ睨まれる。今マジ痛かった。睨んでた。鼻息がすごい。手の力抜いて。普通の人大体これぐらいで終わりなんだけど、純平君の場合コリが強くて足りないですか？ちょっと針が足りない。面積的にちょっと面積は言わなくていい。面積は分かってんだよ。自分が一番面積多いなって。はい、OK です。おお、何本刺してるんですかこれ？100本だって。顔の面積が大きいし、すごく凝ってるので、今回は100本を選びました。ひもが目悪いからね。血がねえ、針に当たるよ。めちゃめちゃ刺さってるね。これはすごいわ。どうだった？かっこよくなるにはこれぐらいしなきゃね。ゆくもよかったじゃん。やだ今日。推しの先生。そしたらなんかカズマがめっちゃ悪く見えるよ。カズマもなんかちょっとね、大人の要求があるんだけど、やっぱ渡りがタイプだからね、私はね。いつもさ、この近距離やん、だからさ、もうほぼ勃起するよね。私一物を欲しい人ってあんまいないんだけど、渡り欲しいって言ってくれるから。レッドちっちゃくない？え？レッドがちっちゃいのかピグモンがでかいの？どっち？ピグモンがでかいだけか。やめてよ。これ足曲がるんだ。それってね、いつもこれね、デブイジーなのか愛情なのか何なのか。愛情の裏返しとか言ったら本当に殴るけど、刺す、普通に目に刺すんです。これ刺していいよ、目に。普通に見えなく刺して、目を失明させよう。楽しんでね、じゃあ。楽しんで、全然楽しめてない。ちゃんと閉めてよ。声漏れちゃう。ちょっと開けとく。ねえ、やめて。二人きりになったね。はい、じゃあこれから抜かれていきます。うわ、ちょっとやばいわ。すっきりしたでしょ。え、待って、怖い。右のエラがすごい大きかったんですけど、多分右と左そんなに左右差がない。待って、これ本当に小さいかもしれない。待って、これあやぐらい小さいかもしれない、顔。うわ、ここへこんだわ。でしょ。で、全体的に目も多分開きすっごい良くなって。え、目の開きいい感じするわ。でしょ。目大きくなったでしょ。あやー、これやばいぞ。俺ってわかんないかもしんない。おい、こいつ普通にマッサージされてんぞ。いつもこの予定で俺撮影リスケされてるからね。ただお前本当に癒しじゃん。まあ今日こいつが撮影めっちゃいい企画考えたとか言って、最後はもう俺一人じゃん。動画全く気にしてないじゃん。中町兄弟。はい、ということで、はい、終わりました施術が。れ様です。いや正直言ってビビってます。正直男だし信じてないじゃん。であやは本当撮影の予定をリスケしてまで行くのよ。リスケって大切な撮影前は絶対行くの。そう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 。なるほどね。でまあその俺からしたら正直不満だったからさ、なんでお前美容針とか整体ばっかり行きやがって。だけど今回受けて分かっちゃった。さすがに行くわ。でしょ、リスキしたい。調子いいもん。コンディションいい。うん、分かる分かる。すっきりするっしょ。そう。ちょっと今回僕施術してもらったら池ちゃんの説明っていうかビフォーアフターの写真とか一回見せてもらおうと思います。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。そしたらね順平くんのビフォーアフターから。はい。髪型も美容からアフターで上向きの前向きになってんじゃん、髪型まで髪型まで全然違うでしょ。ここが違うわ。骨格がやっぱり言ってた通りこう筋肉がすっごい外に広がってるんですよね。で下顎がこう少し前に出てるような感じ、しゃくれ気味な感じの印象になってるのがかなりフェイスラインがこう V のラインになって、この横幅見たら明らかにシャープになってるのかでしょ。でもこれどんどんシャープにしちゃうと逆にどうなるか。これが大事なのが、ここで大事なのが小顔矯正です。あ、次こうしないと。今日は針しかしてないので。なるほど。針はシャープにする施術で、矯正は縦の位置関係とかもも長とか骨のバランスを整えていく。なので針と合わせて次からは矯正すると顔のバランスもさらに良くなる。そうですね。ちょっと今後もちょっとね楽しみです。これで終わりじゃないので、そのために今日この顔の状態からさらにどんどん顔を変えていくために家でできるセルフケア3つ教えるので。はい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 。それだけちょっと。なるほど。大きいです。お願いします。じゃあまず一つ目だけ。はい。まず口元と目元の顔の表面の筋肉を鍛えます。はい。あいうえおのおの口をして目線を上に向けます。この顔を全力で20秒キープ。上も全力で向くってこと。上も全力で向いて。目が痛くなるぐらい。はい。吐きそうになるぐらい。キモ。これ20秒キープ。これがまず一つ。はい。はい。二つ目がベロを思い切り下に出す。これが耳の下のリンパが広がるので顔のむくみの解消に効果的。あ、それだけですか。目線は何。そう、目線はそのままです。全力ベロですか。全力ベロ、下を出す、思い切り下に向いてこんな感じでキモい。これも20秒。で最後これ特に大事なのが上を向いて今度はベロを天井に出す。これが顎下の脂肪。痛いわこれ。確かに痛いでしょ。筋肉弱い人は顎下すっごい辛くなったりすごいベロがつりそうになるんで、これも合わせて全力で20秒。じゃあ1分で合計1分です。それを1日必ず3回。3回。なるほどなるほどなるほど。朝昼晩好きなタイミング。これやると今日の変わった状態をしっかり次回までキープできる。本当ですか。間違いない。ちょっとマジやりますわ。ちょっとマジやりますわ。俺ちょっと本当問題なんだ、俺の顔のでかさは。本当にちょっと重症です。マジで。純平君重症です。純平君重症です。理想のペースは矯正術して一番いいの次2週間後。はい。でその次3週間後。はい。でその次4週間後の合計4回で顔にやっと定着するっていう感じ。なるほどなるほど。今後僕のストーリーで上がることが多くなるんですが、JP は頑張ってるんだな、イケメンになりたいんだなって思って、ぜひそのタグ付けもしてるんで。チェックしてみてください。あやの初期のことのデータとかってあるんですか。初期のデータでいつから来てんの。冬。あやちゃんは。いつから来てるかな。11月。その初めて来た時の11月12月の写真とちょうど比較したのがあって。はい。これがこんな感じ。左が。うわー。なるほどね。違うでしょう。ここら辺も違うね。もう顔の横幅、配布も当ててるし、小顔矯正も美容針もしてるから。てか昔の顔だわ確かに。確かにふっくらしてる。ふっくらしてるわ。でだいぶこう余分なこう脂肪が取れて骨も内に入って綺麗なフェイスラインになったっていう。本当だ。すごくね。すごい。まゆちゃんはちゃんと小顔体操してるからここまで来た。そうなるほどね。俺もしないよなマジで。ね、毎日やりましょう。はい。ここ整体とかもやってんだよね。で俺さっき整体受けたけど体も俺本当にダメらしい。マジ重症って言われてこれはちょっとまずいですみたいな。なんでもう全力でここ通います。もしかしたら僕と会う可能性あります皆さん。察してください。JP 本当にやばいんだ、体ガタきてんだって。最近睡眠の質も悪すぎて、なんでちょっと今日寝るのも楽しみだし、あと俺一番驚いてんのは本当に目がでかくなった。なんかはっきりパッてしてる。そうわかるかな。もうあやと同じ目なのもうね。違う、本当にそれは違うからやめて。こんにちは。っていう感じで、まあ一番効果はここと目感じてるんだけど、これマジで通います。ちょっとぜひ皆さんもちょっと案件っぽくなったけど、これ本当におすすめだから。そう、案件じゃないんだよね。そうだから申し訳ないけど、こんだけ紹介してて案件じゃないからなんかややこしくなっちゃうんだけど、この動画は。今日の動画のテーマとしては、兄をイケメンにするとあやの美容デーについてきたお兄ちゃんが、あやの美容デーにお兄ちゃんがついてったら、僕の問題が浮き彫りになったので今後通いますっていう報告動画。はい、ご報告ですすいません、あやはいつもこんな感じで僕の撮影をリスケしてるということで、はい、伝わったと思います。はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー。概要欄でリンク貼っとくので、ぜひチェックしてみてください。で、まあ俺らもね、ストーリーで載っけてるからね、いつも、ぜひチェックしてみてください。バイバイ。じゃあねー。目でかい。え、目でかいんだけど。ねえ、キモい。でかいわ。